皆さんこんにちは。日本の女子スキージャンプ選手としても知られている高梨沙羅選手のご紹介です。高梨沙羅選手は1996年10月8日が誕生日です。北海道上川郡上川町出身です。日本体育大学を卒業後クラレに所属しています。冬季オリンピックに3大会に日本代表として選ばれました。2013年世界選手権混合団体金メダリスト、個人銀メダリスト、2018年ピョンチャンオリンピック銅メダリストに輝いています。スキージャンプワールドカップで男女通じて歴代最多の63勝、男女通じて歴代最多の表彰台113回、女子歴代最多のシーズン個人総合優勝を4回しています。2017年にはスキー界で最も権威ある賞の一つであるホルメンコーレンメダルを受賞しています。1、小学2年生からジャンプを開始、本格的に取り組むようになったきっかけはテレビの映像で山田泉氏、渡瀬あゆみ氏が飛ぶ姿を見て地元のジャンプ少年団に入ってからです。2011年2月のコンチネンタルカップにて国際スキー連盟公認国際ジャンプ大会での女子選手史上最年少優勝をしました。2、実家はセブンイレブン、北海道上川郡上川町の早雲峡温泉にあるセブンイレブンのオーナーであり実業家でもあります。以前は焼肉店なども経営していました。3、家族はスキー一家、父は元ジャンプ選手の高梨浩也氏で、兄もジャンプ選手で2015年冬季ユニバーシアード代表 TBS 記者の高梨寛太氏です。4、沙羅選手の名前はどうやって決まったの。高梨選手が誕生して両親が名前を考えている時に実兄がふと沙羅ちゃんという言葉を口に出したため、両親がその響きを気に入り漢字を当てて沙羅と命名しました。5、沙羅選手はバレエを習っていた小中学校と板谷敏恵バレエ研究所上川教室でバレエを習い、2008年には旭川市民文化会館で創作舞踊ダフネのキューピッド役を演じています。6、高校はインターナショナルスクールを選択、海外遠征した時に英語が喋れると精神的に余裕ができるからだそうです。入学わずか4ヶ月後の2012年8月に高等学校卒業認定試験に合格しました。早く競技に集中できる体制を整えたかったため1日11時間の猛勉強をしたそうです。こんなに早期で合格をした生徒は同スクールでは初めてのことのようです。7、先輩女子ジャンパーへの強い尊敬の念を抱く山田泉氏とは小学3年生の時に訪ねていこう交流が続いており、最も信頼できるお姉さん的な存在のようです。2013年7月には沙羅選手の依頼により山田氏が個人コーチに就任し、退任するまで指導を受けました。8、お化粧を本格的に始めて競技に臨むようになった、周囲に身だしなみを気をつけるように言われたことがきっかけで化粧を始めたが、練習していくうちに化粧に興味を持ちハマっていったそうです。また資生堂がスポンサーになったことで日焼け対策を行うとともに美容の相談もするようになり、競技の上でも化粧をすることでスイッチが入ると効果があることを語っています。メイクはモノマネタレントのザワチンを参考にしているようです。9、沙羅選手のビジュアルは韓国でも注目。沙羅選手のビジュアルは日本はもちろん韓国でも注目されており、ミニョセと呼ばれています。10、好きな有名人は江本彩子氏、理由はアスリートとして尊敬できるようです。11、沙羅選手の学歴、日体大卒業後弘前大学大学院医学研究科に進学しています。沙羅選手は超優秀なんですね。12、愛車はメルセデスベンツ G63AMG、 セレブな高級車ですね。しかも若干20歳の若さで購入しています。沙羅選手はメルセデスベンツがスポンサーについており、宣伝効果で提供されたとも言われていますが、ベンツに乗る理由について、措置での悔しさを晴らすには自分の好きなものに囲まれて生活するのも一つの方法と語っていることから、自身で購入した可能性もあります。13、
カバーガールを務めたウィメンズフェルス日本上陸を記念して制作された雑誌版ウィメンズフェルスでカバーガールを務めました L ジャポンの別冊付録である雑誌版の関東インタビューでは日々のトレーニングのことや現在の心境などを語っています。14好きな食べ物魚タコ豆の煮物カマンベールチーズに蜂蜜をかけて食べるようです。またどら焼きや辛いものも好きでポテトチップスには一味唐辛子をかけて食べるようです。15まるで軟体人間サラ選手は非常に体が柔らかいそうです。なんと立位体前屈は 30.5cm です。16スキー以外のスポーツは苦手。スポーツ選手ってスポーツなら何をやっても得意な選手が多いのですが、サラ選手はスポーツは苦手で体育の成績は3、特にボールなどを使った球技が苦手なようです。17スニーカーマニア、スニーカーを約100足所有しています。外出中に面白いものを発見すると履いているスニーカーと一緒に写真を撮るようです。18絶叫マシーンは怖くない。絶叫マシーンで体が浮いても恐怖は感じないようです。これぞまさにジャンプ選手の特権なのかもしれません。19雪景色を見るとホッとする。ジャンプは雪がなければ競技は成り立たないからかもしれません。また故郷を雪を見ると思い出したりするのかもしれません。20独り言が多い。好きなテレビ番組はしゃべくり7です。よくテレビ番組に反応するようです。もしかしたら一人ツッコミなどもしているのかもしれません。21趣味は読書と散歩。散歩中に見つけたカフェで読書をするのが好きなようです。小説を読むことが多く、百田直樹氏の海賊と呼ばれた男は面白かったようです。また遠征では周りの選手と本を回して読んだりもしているようです。サラ選手は知的な読書家なのかもしれません。22好きなタイプの男性、スポーツをやっている男性が好きなようです。結婚適齢期を迎えて妊娠しているといった噂も流れているようですが、まだ結婚もしていなければ妊娠もしていません。23父親特製の器具で練習、小2でジャンプを始め、毎回練習日誌を書き、父親が作ってくれたパチンコ玉を敷き詰めた特製器具でバランス感覚を磨きました。また父親が自分の庭に作ってくれたジャンプ台で毎日飛んで練習しました。24バランスボールを使った練習、バランスボールの上で兄と相撲を取ってバランス感覚を養ったそうです。25写真の腕前、風景写真を撮るのが好きで、その腕前はプロ級のようです。写真家からもらしさが出ていてすごく素敵です。塗装のセンスを絶賛するほどです。26一番リラックスできる時間、車を運転している時のようです。車の中にいる時間がすごく好きで、それがプライベートな時間なので考え事をしたい時には車にいるようです。あとはランニングをしている時のようです。27オフの間しかできないこと、オフの時期にしか好きなものは食べられないようです。試合期間は我慢しないといけないので、戻せる限度までなら食べられるようです。28ファッションも好き、ファッションも好きなのでファッションに合わせてメイクをするのも楽しいようです。29身長が縮む、ジャンプ競技では1日の終わりには身長が 1cm 縮むので規定違反にならないようにスーツとスキー板は 151cm に合わせて作っているようです。また試合前は 100g 単位で体重を調整するようです。30意外な特技、サラ選手は移動のワゴン車に選手4人とコーチの荷物を隙間なく詰め込むのが得意なようです。またセーターのペタマ取りが得意なようです。31髪色自由化プロジェクトに参加、すべての人が自分らしい髪色で働ける社会を目指す活動のサポーターに就任。サラ選手が初めて染めたのは高3での海外遠征、前に市販のカラー剤で染めてダメージはあったが、なりたい髪色に慣れて海外の試合に出られたようです。スポーツ界はもちろん職場でも髪色に制限がある企業が約7割という調査結果が報告され、私はその人が見えていた方が話しやすいし、趣味が目に見えてわかるのできっかけにもなって嬉しいと思う
都自由化を歓迎しています。32. スケートボードでお買い物。日本ではどこで乗ってよいのかわからないのであまりやらないが、海外ではトレーニングではないけど買い物に行くときの移動手段として使うことが多いようです。スケボーに乗る利点はやっぱり足裏の感覚が大事になり、特に膝下の感覚がスケートボードでは大事になってくると思っていると語っています。33. サラ選手の強さの秘訣。身長 152cm、 体重 40kg 台中盤と必ずしも選手として体格に恵まれているわけではありません。それでも自分よりも一回り以上大きな選手に勝てる理由は踏み切りの凄さです。サラ選手は時速 90km のスピードで滑りながら、スピード失わずにベストな踏み切りを非常に高い確率で成功させています。 34. 記録はモチベーションの一つに過ぎない。サラ選手は以前女子世界最多の記録を更新中ですが、どんな思いがありますかとインタビューをされ、正直言ってそんなに記録を重ねていくこと自体には執着がないというか、あまり意識していなかったところではありますと話しています。目の前の目標に向かって一つ一つ積み重ねていった結果が記録としてつながっているようです。 35. サラ選手は責任感が強い。北京冬季五輪のジャンプ混合で1回目のスーツの規定違反で失格となり、自身のインスタグラムで、私の失格のせいでみんなの人生を変えてしまったことは事実ですと話しています。スーツに関しては試合前にスタッフが選手の体を計測し、それに合ったスーツを渡します。 36. 食生活の上で気をつけていること。食物繊維が多く含まれている野菜を意識的にたくさん食べて、早く内臓を休ませることで素早い回復を目指し、試合前には高カロリーなものを積極的に食べているようです。 37. 疲労困憊になってしまった時に口にするもの。サラ選手は本当に疲れてしまった時には夕食は固形物を抜いてドリンクしか口にしないようです。 38. 1日の摂取カロリーはだいたい2000から2500キロカロリーほどで、アスリートとしては少なく、デスクワークなどをしている成人の男性と同じぐらいのカロリー量です。 39.入浴時にしていること。お湯が熱すぎると副交感神経が過敏になってしまうので、そこまで温度の高くないお風呂に長く浸かり筋肉が疲労していると感じた時には、最後に冷たいシャワーを浴びるようにしています。サウナは汗をかくと疲れてしまうのであまり行かないようです。 40. 真夏の暑い季節にしている対処法。たくさん汗をかいた時は濡れたタオルでちゃんと肌を拭くことによって疲れ度合いが変わってくるので、一度皮膚についた塩分を拭き取ることで疲労を軽減できるようです。 41. 移動によって温度差の激しい地域の対処法。寒いところから暖かいところへ行くのは問題がないようですが、逆だと体調を崩しやすいようです。体を冷やさないように三首と言われる首元、手首、足首を温めて冷えないようにケアしているようです。42. サラ選手のジャンプにおいての利点。サラ選手は小柄なので体格が大きい人に比べて浮力を得にくい反面、スピードを緩めずに進めるという点で有利だと思っているようです。またその利点を強化するために体幹をしっかりと鍛えてバランス能力を高めているようです。 43. 遠征先にも持参しているトレーニング器具。ストレッチ用ポールのハーフカットはバランス感覚を養うのに最適だと思っているので必ず持っていくようです。 44. 日本刀で竹を切るようなスピードを強化。力を使うのではなく、なるべく使わずに能力の最大値を発揮する練習に取り組んでいるようです。 45. サラ選手実は鍛え抜かれた筋肉美。女性誌の表紙などでもサラ選手の鍛え抜かれた腹筋が話題になっています。スキージャンプという競技は筋肉をガチガチにつければいいわけではなく、しなやかで無駄のない筋肉が必要です。サラ選手は森永ウィダートレーニングラボで指導を受け、主に横隔膜呼吸を意識したトレーニングをしているようです。 46. 朝食は必ず食べる。朝食は美味しい日本の欧米
味噌汁と漬物、焼き魚といった和食がメインのようです。しっかり自炊してコントロールしているようです。47、太ももの筋肉がすごすぎてルール違反の過去も。サラ選手は雑誌などでたびたび美脚ショットも披露しています。鍛え抜かれた生足がすごいと称賛の声が上がるほどです。実は過去に太ももを鍛えすぎたためにスーツ規定違反になったこともあります。48、焦らず慌てず諦めず、しっかりと自分を見据えて物事を焦らずに組み立てることで結果につながると思っているようです。それは自分の経験から導き出してきた言葉でもあるようです。49、その場所会場を自分のものにする。自分の感覚がすごく良いとか、このジャンプすごく良かったって言うだけでは結果は残せないことを学んだようです。会場に合った感覚というのがあるので対応させていかないといけないと思っているようです。50、地震被害の故郷やウクライナ支援に寄付報告。サラ選手は災害が起こるとたびたび寄付をしています。故郷が地震の際には賞金を寄付し、故郷に恩返しをしています。また大阪の保育園に毎年ランドセルを届けているようです。またこの一歩が誰かの幸せにつながることを心から願っています。ウクライナ支援のために寄付をしています。いかがでしたか。今回は高梨沙羅選手のエピソードをご抽選紹介しました。沙羅選手は小2からスキーを始めて日本女子スキー界に多くの実績を残し貢献してきました。オリンピックでのスーツでの規定違反やメイク批判など辛い経験もしてきたと思います。現在26歳の現役選手です。皆さん高梨沙羅選手をこれからも応援していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた。